アレックス・ロッコは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州生まれの俳優、声優である。1936年マサチューセッツ州に生まれる。イタリア系。1960年代初頭、マサチューセッツ州の地元を拠点としたギャング、ウィンターヒルギャングという組織と関係を持っていた。しかしその後俳優としての道を極めて、フランシス・フォード・コッポラ監督の大ヒット作品、ゴッドファーザーなどに出演して徐々に役者としての頭角を現していく。出演作品が100本を超すキャリアを持っており、近年では声優としてアニメシリーズザ・シンプソンズやファミリーガイなどに参加した。その演技力が認められて、1990年にプライムタイムエミー賞を受賞した。1966年に結婚していたが、2002年に妻と死別。2005年に再婚して3人の父親でもある。2015年7月18日、癌のため逝去。79歳没。バハイ教徒でもあった。チョズイック、エイミー、オールド、マイアミビーチ、サン、シュマルツ、マーダー。ニューヨークタイムズ、http://www.newtimes.com、2012-04-01、アーツ、テレビジョン。マジックシティ11種パワーブロカーズイン-1950S マイアミビーチ HTML R=2& ページワンテッド=2テレサヴィンセントマイライフインザマフィア不法ゴッドファーザーアレックス・ロッコさん死去癌のため79歳シネマトゥデー2015年7月21日閲覧ありがとうございます。